リアデザインの一部としてのカラーのデザインをしたものです。これはリハビリテーション、京都にありますある病院のリハビリテーションのフロアなんですけれども、赤と青でと白で明瞭に、分割したカラーです。で、なぜこういうふうにしたかといいますと、非常にコントラストの強い、認知度が上がるような状態にして、ご高齢の方で認知度も下がっている方がおられるので、おばあちゃんおばあちゃん、あそこの青の、線のところを一周歩こうっていうような声かけができたり、おばあちゃんおばあちゃん、次あの赤の線のところを一緒に歩こうっていうようにお声掛けができるようなことを踏まえて、そのような効果を狙って作ったものです。それからこれも理学療法士の方々が処置をされるベッドですけれども、これはもともとのベッドメーカーが持ってる色合いなんですけど、それのコンビネーションを、させていただきました。青の枕、あるいはオレンジ色、黄色のベッドというところで、視覚にやや認知度が下がっている方にもはっきりと、真ん中辺にあります三角コーンも色とりどりで分かりやすい色を選ばせていただきました。トイレもこういう状態です。おばあちゃん、あの3が3って書いてあるあそこに入ってっていうときにですね、大概普通はこの右側の上のプレートにちっちゃく3って入るんですね。ああいう状態なんですけども、トイレに大きく3って書くことで非常に分かりやすくした。またお年寄りの方は視線が腰が曲がったりとか、あるいは少し背が縮んでこられたりで下になっているので、下に番号を書いていくこともあります。で、このようなカラーリングで、あとは病院各所に、いろんな介護作品を入れていったものです。これはもう一つの病院ですけれども、こちらこれは緩和ケア病棟と言います。末期がんの方々が入院されて、この中でお亡くなりになる比率が非常に高い病院でございました。そこの本当にまた素晴らしいお医者さんがおられましてですね、我々は要はもう治療しても本当に完治させてあげることができない、非常に限界を感じているんです。その中で、少しでも心安らかにいていただきたいので、ぜひご協力いただきたいということでございます。本当に素晴らしい、医療行為をされているんですけれども、またその限界もしっかりと掴んでおられるお医者さんだったんですけれども、そちらに、このような抽象的な絵画を、色で想定することを中心の絵画ですけれども、入れさせていただきました。ナーステーションの横にもこのような形で、次の事例ですけれども、これは京都大学 の、 お医者さんおよび、理学療法士の先生方と組んでですね、やりました体の学校という福島県でやりました。復興支援事業の一環とも捉えることができますし、また福島の捉えるいろんな人数が多い職種、東北の皆さんですね、そういうようなものも含めて、トータルで生活の行動を改善する、行動変容を起こしていただいて、健康長寿になっていただく。ですので実際の診断して治療するだけではなくて、その前に予防的措置としての食事であったりとか、これは運動を促しているワークショップのシーンですけれども、医学療法士のこの先生も若手ですけど素晴らしい先生で、マスクをされている先生はお医者さんです。こういうその運動であったりとか、トータルで、それを学んでいくということで、アナロジーとして体の学校と名付けて、やりだしたものです。私の方でお手伝いしたのは、このようなロゴを作ったりとか、いろんな記録をする手帳をデザインしたりとか、あとポスターを作ったりとか、そのようなことをさせていただいたんです。これは、おかげさまで2016年度のビッグデザイン賞をいただきました。幸せな老いを実現、幸せな老いの実現を目標とする健康コミュニティのデザイン。
つ言い忘れましたけども、そこでお料理教室とかですね、運動教室で近隣の皆さんとこう仲良くなっていただくんです。そうしますと、ソーシャルキャピタル、要するに社会生活資本が醸成される形になって、要するにコミュニケーションがある地域の中で暮らしておられる方は、健康長寿が長いっていう調査結果が国内外でございます。ですので、この活動でもそのようなコミュニティをしっかりと作っていくような施策も含んでいるということでございます。で、福島でやった後、京都で、また京都市の医療区や左京区が興味を持ってくれまして、去年、今年とセカンドライフを生き生きと生きるっていう、このキャッチコピーで体の学校男子クラブで、これ、男性の、教室、女性の教室、あと、共に学ぶ教室っていう形でですね、活動を、京都市が主導して与那先生と一緒にやっているに発展しております。で、次の事例ですけれども、これも京都大学の医学研究館校との、私の研究室との共同プロジェクトです。テクテクビーコンプロジェクトといいまして、歩いてる、ご高齢の方をロゴマークに入れさせていただいたものなんですが、京都の宇治市にですね、このような大規模な有料老人ホームがあります。悠々の里っていうんですけれども、このようなマンションの一室を、権利を買い取った形で入居されて、非常に園内自然が豊かで、園内おそらくぐるっと外周とかを一周すると数キロあるぐらいの大きさでございます。で、そこの、高齢者の皆さんに、高度年をこう記録する、これ白いプレートのようなものが見えてますけれども、これはビーコンの発信機で、これをポケットとかあるいはキーホルダーにつけて歩いていただくと、園内どれぐらい活動されたかというか、クラウドに上がってですね、それを教団の先生方が解析して、それで、健康、要するに、身体の診断とともに、健康に対するアドバイスをするというような、プロジェクトでございます。で、そこで得たデータは、今度は先生方は今度は、疫学的な、要するに100人だったら100人のデータでいろんなことを解析されていくという匿名を担保したわけですね。そういうプロジェクトなんですけれども、そこでビーコン端末を持って歩いてください、これで皆さん方の健康管理をしますっていうことだけを、医学的なしっかりと誠実なお言葉でお伝えになっていただいても、なかなかご参加いただけないわけです。そこで、我々に声がかかりまして、アートの力でなんとかできへんかということで、まずこれ、こういうビーコン端末にですね、これいろんな顔のパーツ、要するに簡単に言うとシールの福笑いみたいなものなんですけれども、高齢者の皆さん、入居者の皆さんに集まっていただいて、シールを貼って、自分のお気に入りのビーコン端末を作ろうというワークショップをやりました。で、これ本当に多くの皆さんが集まっていただいて、80人を超えましたでしょうか。それで和気あいあいとうちの学生も作ってですね、シールを貼って、これはうちの娘やとかですね、あるいは 私若い時実はこんな髪型やったやとかですね、話も非常に弾みながら楽しく作っていただきました。そう、これの目的というのは2つありまして、1つはそうやって親しみを持った自分だけのオンリーワンのビーコン端末にしていただくということですね。ビーコン端末に親しみを持っていただく。もう1つはこういう行動を伴ったものが、自分の手元にありますので、深く記憶に残るという、簡単に言うと忘れないということですね。その2つを目的にやらせていただいて、
新規です。いわゆるこのような何の変哲もないモニターのようなものなんですけど、これ今来週も献立と書いてますけど、大食堂にあるんですけど、これもちょっと冷たいなということで、こういうふうにしちゃったんです。箱に入れて三角形の紙で作ったものを載せるだけで家になるよっていうことですね。でそうしますと、テクテクビーコンプロジェクトのロゴのシールも貼ってあって、おじいちゃんおばあちゃんみんな我々が持ってるビーコン端末とこれが関係があるんやっていうことを分かってもいただけるだから、ね、内閣省にこういうふうに色違いのテクテクビーコンプロジェクトの家がで、また県内あることを、促進するためにスタンプラリーですね、そこでしか押せないスタンプで、1人1冊手帳を持ってるんですけど、我々が手で、その手帳に、来たらスタンプを押していただくということで、何十箇所ぐらいでしょうかね、スタンプがあって、右側に立ってるカードはこれは健康に対してのいろんな食べ物とか運動とかのアドバイスをするカードです。そのような情報発信をさせてもらっているということで、このようなキットを園内各所に置かせていただいています。これが健康カードの一つの例ですね。健康の記録自体が健康の維持に役立つ。手洗いうがいで風邪を予防、風邪予防。いろんな活動に参加しよう。先ほどのソーシャルキャプターによる情報みたいなことを含んで、情報発信をしているということです。そして、次の事例でございますけれども、これは大阪大学さんとやっている、医学看護工学芸術×問題解決型イノベーションレッツメイクハプピンというちょっと長いタイトルの共同事業なんですけれども、医学、看護工学芸術、医学看護工学は阪大の先生方と学生です。で、芸術は我々の研究室と、うちの専攻の学生ですが一緒になって、医療の領域あるいは福祉介護に将来広げるつもりなんですけども、今年は医療の領域の問題を発見してそれを解決していく、ことをやりましょう。で、最後はイノベーション、要は社会実装までなんとか持っていこうというようなことをやりました。で、このポスターは私がデザインしたものなんですけれども、参加者募集って書いてるのは阪大の校内にこれ貼ってですね、これ単位で大授業なんで阪大生が学生を集めてやったのでございます。で、これは大阪のグランフロントというところに阪大のオフィスがありまして、そこで何回もワークショップをやりました。その時の授業を見てです、もうどこの、何の領域の学生かさっぱりわからないみたいで、4チーム、6、7人ずつぐらいで非常にさまざまな事象を発案して、具体化してまいりました。途中段階では、これはテストがはっきり分かる、なせるために、こういうようなちょっと即興的な芝居をやったんですね、ということも繰り返しながらちょっと成果をお出しできないのは社会実装寸前になってまして、まさにちょっと時代の問題がございまして、失礼ながらここにちょっと画像としては出すことができないんですけれども、今この中の2チームが経済産業省の近畿経済産業局が主催するイノベーションのコンテストがあるんです。ビジネスデザインコンテスト、それに、参加刺激があるもっとかなっていう、そういうのがあります。このようなことを今年から始めています。これも非常に学生たちユニークなものを出しているんですけど、全て共通しているのは科学およびそこから応用していく科学技術が本当にすごいイノベーションを起こしてきてくれているところをより温かくより、親しみやすくということが共通しているということでございます。このように判断して
これ終了証なんですけど、レーザーカッターで切って、うつ病にしてます。で、これ、最後の例なんですけれども、最近取り組み始めた、ソーシャルキャピタルを造成するアートのワークショップを、現で展開したいと思ってます。これは先ほどご紹介した、埼玉県に本社があるイントロン株式会社っていう、調剤薬局を展開している会社からですね、寄付をいただきまして、大学の方で寄付講座としてアートのワークショップを開発しようということでございます。でまず、想定しているのは地域ですね、これは、再来週かな、千葉県の佐倉市でやろうと思っているワークショップで使うカレンダーの台紙なんですけれども、これにこういうシールを作って貼ってこういうふうに作り上げるということを考えています。私たちが今考えていることというのは、一つの地域の、自然文化なんですね、そのようなことを歴史などをしっかりと調べ上げて、それをモチーフに、今回これカレンダーなんですけど、他にもいろいろ手拭いを作るとか、もう本当にいろんなものができますけれども、いろんな美術作品というかアートの作品を作り上げていくことを考えています。対象はまずはご高齢の皆さんからと思ってまして、デイサービスのセンターであったりとか、あるいは小さな介護施設であったりとか、あるいは公民館で主催する何らかのイベントにご高齢の皆さんに集まっていただいて、地域で親しみがあるモチーフに、何らかの手を動かしていただいて、それで作品を作っていただくということです。でこの作品作りは、手を動かしていただくことで、認知症の進行を遅らせる、それから楽しく会話していただくことで、認知症の進行を少しでも遅らせていただきたい、それから3つ目は、いろんな、私もあそこの風車のあるところの公園に行ったとか、私の息子が小さかった時犬好きやったっていうような、記憶を喚起するような思い出していただくということで、認知症の進行を少しでも軽減していただくようなワークショップを、パッケージングしたいと思っています。開発して、で、ごめんなさい、それで出来上がった作品はですね、これ地方行政、例えば、桜であればまだも公約してないんですけども桜市、あるいは、各市町村いろいろこれから展開するところの行政に声掛けをして、そういう地域の、本当に皆さんが知っていること、あるいは地域の皆さんが知らない歴史的な事象であったりとかをモチーフにたくさんの作品を作ったものを、公共施設で展覧会をさせてくれへんかなと。例えば市役所のロビーとかそういうところで、ざーっとこう作品が並んでですね、それで、名前を出していただける方には名前を出していただいて展覧会をやる、そしたらその作られた高齢者の方もそこに今度は出かけていく、でそこでまた話が弾む、でまた地域の皆さんとの交流も起こっていく、また子どもたちが地域に対しての親しみを持っていくというような、社会生活資本、地域の中でのつながりを多く作っていって、少しでも健康長寿の社会を実現できないかというようなことになっております。行政も本当に、健康長寿のためにいろんな定期検診を受けましょうとかですね、あるいは、町の中でもラジオ体操をみんなでやろうとか、こういろんなことをされているわけですけども、私の方ではやはりアートとかデザインの力を生かして、さらに、そこにより潤いを感じていただけるような活動になっていったらいいんじゃないかなということで、このような活動をしているということでございます。ここまで、もともと科学、それと科学に裏付けられたエビデンスベースの医療福祉介護
違う視点のことで、やや近いかもしれないですけど、科学のとの接点でやってることではないので、ご紹介をどうしようか迷ったのを最後に、少し時間が必要ですので、ちょっとさせていただきます。タクタイル、これは触れる、触るとか触覚とかっていうことですけども、我々、ビジュアルデザイン、ビジュアルコミュニケーションデザインというのは目が見えることが前提でございます。目が見えることが前提でデザインをしていっているわけです。先ほどの、例えばリハビリテーション施設で色鮮やかでコントラストをつけて、視覚の認知度が落ちた方にもということを言ってますけれども、じゃあ完全にかなりお悪い視覚障害を持たれてしまっている方は対象外にしていいのかっていう疑念がずっと私の中にありまして、じゃあ、見えない方々とどのようなコミュニケーションができるか、あるいはその方々がコミュニケーションしていくために何が必要なのかということを学生たちのやはり、問題意識として持ってほしいなということで、これも結構長い間やっている事業です。2010年くらいから断続的にやっているんですけども、今お話したことで、資格を失っている人と共に何かをやりたいということですね。共に何かをするというのは今の拡張するデザイン概念の中では、インクルーシブデザインという用語になっています。今まで除外してた人を中に入れるという意味のインクルーシブという意味合いが強いんですけれども、インクルーシブデザインという視点で、やってる授業です。でこの手前におられる方はかなり重度の障害を持っておられて、全くのこう暗闇ではないんですけど光の変化しかお分かりにならない方なんです。でこの方にご協力を得て授業に参加していただいて、それで視覚障害の人が、とコミュニケーション、請願者、要するに見えてる私たちとコミュニケーションできる何かをデザインしますという授業です。で今これは学生たちがこの方に質問しているのが上の2枚で、下の1枚は、作品の展覧会の時に、障害者の方に ご好評いただいている風景です。例えば、これは胡椒と塩と七味なんですけど分からへんということで、こう突起のついたゴムバンドを作って巻くだけでいいということで、3つ差別化できないかということを考えたものです。学生発案のものです。で、色も変えてあるのは、これは、実は視覚障害を持っている方といっても軽度の方から重度の方まで千差万別であるのと、それから請願者も使うので色でも判断ができるというものになっています。でこれもこれはですね、立食パーティーの時に紙コップとかで置いとくと、我々もこれは、ウーロン茶やったのかウイスキーやったのか分からへんということになりますけれど、これは紙コップにこう外側にこう、こう加える差し込むものなんですが、紙コップを差し込むと、縦縞とかギザギザとか横縞があって、自分が持ってたコップであるということが少なくとも最寄りの上では分かるというものです。これとか本当に製品化したかったんですけどできませんでした。ちなみにこれ開示しておりますのは、学生たちにもうこれクリエイティブコモンズ的に開示しちゃうけどいいかっていうことを言ってますので、応援しています。先ほどの病院のデザインとかもそうです。でこれはポシェットなんですが、ポーチなんですけれども、障害のある方に伺いますと、やはりどこにどう入れるのかということをポーチの中でしっかり分別して整理されている方が非常に多いということを伺いまして、それは我々請願者にもすごく便利だよねということで、それ用のメイクのためのポーチを学生が作りました。これは、ファッションブランド、刺繍だけで楽しむことが、刺繍の手触りで楽しむことができる白しか使わないブランドです。
園の、半立体のサインですね、動物園に行った時に音声も今広がってきてるけど、動物の全体の形を知るっていうのもやっぱり楽しいことではないということで、これは 3D プリンターで、プリントアウトした動物を、プレートにはめていくというサインデザインを完成しました。あとこれは、視覚障害を持ったお子さんと、障害を持ってない、お子さんがアルファベットについて学ぶための、チーフ画面です。 Y とか B とかあるのは半立体というか別な紙が貼ってありまして、でその横側にバルーンがこう書いてあって、バルーンの B だよ、バルーンって風船のことだよとかっていうコミュニケーションをしながらお互い学んでいくというような感じです。こういうワンセットあるんですけど、これは間違い探し